ジェラードンのニューラジオ、いやー始まりましたね。ということでね、うん、こんな世の中ですから、すげえ、ね、手法でやってますけど、わあ、まあ外出るね。いやーいいね。うん、全然会えてないからね。家からでもね。うん、そうね。うん。このすごいね、かぶる会話がかぶるのがなんか難しいね、このやり取りがね。まあ仕方ないんじゃない、それは。そうだね、うん、これでも家でもこのニューラジオできるっていうのはすごい時代だよね、本当に。いやもうだからもう外出なくていいもんね、これね。正直すごい、だからここで家でも YouTube 撮影できるんだもんね。で、海のは、今、うん、あ、ごめん、なんでもない、ごめん。え俺、今なんか通信が悪くなったかと思ったけど、そんなんでもないんだ。普通に、何も言わなかったんだ。うん。普通に何も言わなかったね。うん、これ、俺の声って結構割れて出てる。割れて入ってる。お、でかい。結構でかい。いや、全然普通に聞こえてる。そんなことないよ。あ、本当に？うん。うわぁ。あ、こんな太ってたんだって思ってるわ、今。顔アップで見たら。あ、そう。うん。ドゥーン！出たなぁ。ドゥーンとかじゃない。プロのお笑いで芸人。プロのお笑い芸人。うわ、いや、プロのお笑いで芸人って。おい。おい、二人とももうちょっとダメじゃないか、もう休みが続いてるからなんか調子狂ってんじゃん。俺二人ともダメだこれ、やべえな。手疲れるわマジで、持ってんの。そのどっか置いたらいいじゃん。いや置いたらうまいこといかなかったのよ。どういうこと。いやいや、だからあれじゃん、窓にのとこにもう携帯置いて、うん、ちょっともうそれで話すしかない。それ一回やってみよう。それ嫌だって言っただろ、てめえ。なんで、なんで嫌なの、なんでいや、部屋映したくねえよ、普通に。なんでだ、俺も部屋映してんの。うん、で俺これ不動産の人から見つかったらもう訴えられんだから。いや、ここで部屋の中大丈夫だ。海のもうあれにしたら、その背景変えれるやつ。ああ。うん、そしたら部屋映んないよ。背景変えるやつ。あ、そう、いや、昨日、うん。バーチャル背景ね。お。ん？もうこれでいいね。いや、邪魔だな、邪魔だな。ちょっと。ちょっと俺3人以上になると喋れなくなっちゃうからさ、ちょっとそれ緊張しちゃうわ、それ。これちょっとなんか。邪魔だな、すごい。何、ミスチルの中に海の入ってるみたいになっちゃってるから。違うやつに変えるよ、じゃあ、もう。そうね。これで明るいでしょ。まあ、もうそれは明るいよ。うん。これで背景変えるわ。はい。うわな、女の子みたいやな。どういう感想それ、気持ち。女の子みたいなの。女の子みたいやなって、うん、いやいや、なんかそのあんま家の中見せたくないのよっていう感じがやっぱちょっと。そうそうそう。海野くんの背景待ちです。いや話せよ、じゃあ普通に。背景待ちです。背景待たなくていいよ。背景待ちです。いや待たなくていい。例えば、いやでもほら、こっちが話しててもさ、海野の背景がいきなり変わられても困るじゃん。うん。やっぱそっち触れなきゃいけなくなっちゃうじゃん。そうだよ。もう正直今その背景めっちゃ楽しみよ。今何出てくるか。うん。え？これ？今ちょっとドキドキしてるでしょ、ウービー。うん。え？これでいい？あー。もうなんかめっちゃおもろいおっさんやな、それ。映ってるよ。映ってんのか。うん。めっちゃ俺のこと好きじゃん。いや、これ、
うまいこといけないんだな。ちょっと納得いかなかった。この背景に納得いかなかった。いやいや、なんでもいいんだけど、もう。もうそれでいい。それでいいんじゃない。あ、じゃあ、それは。うん、なんでさ、なんでさ、海の、なんでさ、人が絶対映ってるやつにすんの。なんか、背景、本当に背景ってやつがないんだね。背景ねえのか。まあ、まあ、これでいこう。そうだな、海野のデータファイルにはもう芸人しか入ってないからな。そうだな。そうな、もう仕方ない。芸人とずっと一緒にいるもんな。そうそう。いや、これは記念写真だろ。しかもちゃんと海野がいる場所に海野が入ってる。ああ、ほんとだね。すごい。すごいよ。うん。いやー、ほんとにもう、どうしてるよ、みんな、家で。いや、俺昨日とかさ、うん、テレビ見てて、ほんと、すっかり放送日忘れてたけど、ドラマツアーズやったじゃん。あ、それちょ、後で俺気づいたわ。ねえ。あ、そう、見てない？うん、見てない。録画もできてないから、送ってほしいな。そう、うん。ドラマツアーズ、放送されてたけど、うん、まあでも、いい感じに放送してもらえてたよ。あ、そう。あれは？あれ使われてた？ネタ。あ、ネタ？ドラマのネタ？ドラマのネタ、ドラマ入れ込んだネタ。ドラマのネタはもう全組ちゃんと使われてた。あ、マジで？そう。俺、その後の一人、ってか、わらかすネタは？もう使われてた。使われてた。あ、使われてた。うん。うん、ああ。ね、まあ。その時のでも、ね、女優陣の顔を見てほしいな。まあね、見てない方もいると思うけど、ね、初めてロケで、松本ほのかさんっていう女優さんとね、奈緒さんっていう女優さんと、そうそうそう。ロケさせてもらってね、差し入れのデザートを買いに行くっていう、のやらせてもらったけど、やばかったよね、うん、最初もう不慣れすぎてさ、うん、もう3人だけどずっと喋って、で、なんか店の入り口でさ、なんか入り口の高さがちょうど西本の角刈りの高さになってるってボケあったじゃん。あ、あれどうだった？使った？うん、入るときブイーンってやつ。おお、うん、あれカットされてたよ。うん、えカットされてた。カットされてたよ。カットされてたな。本当に？うん。そうそう、もうね。あそこがファーストボケでしょ、だって。いや、あそこファーストボケだったけど。だって、あそこまで3人とも一切ボケ一つもなかったんだから。いや、そう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 。もうね、3人が着席してる状態から始まったわ。いや、でも、確かにあれは編集しづらいかもしんねえな。まあ。一回仕切り直したもんね、だってね。いや、そうね。まあでも、あれでメインは結局、殴んだからね。うん、そうね、食べ物を結局食べるとこうスタートみたいな感じだったから。あ、どうだった、うん、そっからどこら辺がどんな感じだった。いや、でもあれは俺家でも爆笑しちゃったわ。西本が松本ほのかさんに団子を焼くやつ出てきたじゃん、網で焼いてくださいみたいな、自分で。その松本さんに西本が松本さん、その網に手乗っけないでくださいよっていうやつ。疲れてた。疲れた。あ、疲れた。おお。いやー、あれ面白かったな。いいね。声出して笑っちゃったわ、家で。いやー、いいね。ありがとう。え、それ2回ぐらいやったよね。あ、でも1回しか疲れてなかった。あ、マジか。まあ仕方ないな。うん。まあ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 、うま、ん、すぎ謙信はカットされてたわ。あ、うますぎ謙信カットカットだったな。うまい、ほぼカットよ。うわー、ね、だからそうだね、用意してたやつはもう面白くなかったってことだね。まああと2件目のでも城島健二はオンエアされたけどね。あー、2件目から
ちょっと慣れ始めたんだよね、ちょっとその空気というか。うん、2軒目で城島健二やるじゃん。うんうん、オンエアではさ、うん、顔写真っていうか絵が出るんだけど、そうだね、俺全然ちげえわっつってどついてるけど、うん、ちょっと西本も太ってちょっと似てきちゃってさ。いや似てた、写真がめっちゃ似てた似てるなっていう、そこに変えないといけないぐらい。よやっと2人が重なる時が来たんだな、じゃあ城島と。うん、と城島が似てたからな、重なる時期なんだな。なるほどね。うん、そっか。まあでも、うん、玉木さんとね、玉木宏さんとさ、高橋一生さんとの空間はめちゃめちゃ緊張したね、うん、あれは。いや緊張したね。俺やらかしてるから、やらかしてるからな。西本がちょっとね間違えちゃってね。もう始まる前にだからみんながあの最初こうカメラとかつけたりとかしてる時に、うん、ね、でもこうさ同世代だからね、玉木宏さん。そうそう、玉木宏さんにはまず何て言ったっけ。玉木宏さんにはこうカメラ回ってる前に、うん、あ、すいません、今日よろしくお願いします、ウォーターボーイズ見てました、うん、で、あ、そうだそうだ、ウォーターボーイズだ、で、僕の青春ですよ、うん、もう本当に青春ですって言って、うん、で、玉木宏さんが、あ、そうなんですか、あ、ありがとうございますって言って、うん、で、高橋一生さんね、そう、高橋一生さんにはうん、ピンポン見てましたって言って、で高橋一生さんが、うん、あ、僕出てないです。僕出てないです、はい、それでは行きましょう、本番3、2、1 あ、気まずい。やばいよ、もうめっちゃ気まずかったもんな。めっちゃすごかったね、あの空気。うん、スタッフさんもちょっとなんかピリついたもんな。うん、てか、うん、誰も喋らない瞬間が本当に2、3秒あっても、もう、シーンってなって、やばかったよね、あれね。で、俺も、いや出てねえわとも言えなくてさ、出てるかなとか、ちょっと聞き取れてないみたい。いや、出てねえわとか言えなかったのよ。ああ、はいはいはい。うん、でもその後よく間違われる、られるみたいに言ってたよね。うん、うん、そう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 。うん、だからめっちゃ優しくフォローしてくれて。うん、うん、うん。そうなんですよ。よくね、中国人役の方に間違われるんですよ、僕、みたいな。ことを言ってくれてたらしいんだけど、周りの人から聞いたら。ああ、言ってた言ってた。そう、俺あの時もう耳聞こえてなくてさ。なんでだよ。フォローしてくれてもないよ。もう本当にもうなんだろう、いや、うわっ、やっちゃったーで、いや、もうなんかすべ聴覚となんかこう視覚とかも、うん、脳とかも全部一旦停止で、うーんってこう停止、うん、うん、いや、それを覚えてるし、ね、脳は停止してねえ。それだから高橋一生さんが言ってたよ、その、いや、間違った側が落ち込むのやめてくださいって言って、間違われた方なんですけど、僕がってずっと言ってた。そう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 。いや、もう本当に、そっからなんかもう、ダメだったわ、本当に。いや、いい経験だったよ、本当に。いや、いい経験。いや、よかった、よかった。うん、もう次、テレビ局の廊下であったら普通に、おう、挨拶できる。いや、それはダメだろ。うん。マジで。先輩やし。芸能界でも。なんか俺、いろいろ、他にもやらかしてんだよ。小島春菜さんじゃないや。小汁り。いや、テレビ局の廊下で和田まんじゅうと。川口春菜？あ、川口春菜。川口春菜さん。誰だ、小島春菜って今、聞いた。こじはるよ、こじはる。こじはるじゃん。川口春奈さん、川口春奈。川口春奈さん。誰だってのおかしくない？え、ちょっと待って、誰だってのおかしくない？うん、俺、川口春奈って言ってたから。うん、誰だは失礼すぎるだろ、お前。やばすぎる。うん。
一番変なやつじゃん。もういい、言ってくれ言ってくれ。いやちょっとそれはやっぱちょっと一旦止めとかなきゃと思って、うん、もう大丈夫です。いやあのなんかなんだっけ、川口春奈さんとこうすれ違う時も川口春奈さんの横でどでかいビッグオーナーがぶちかましてるから、うん、でももう芸能人との相性多分俺悪いんだよ。多分目の前にすると多分なんかその、ね、体がおかしいことになっちゃう、多分びっくりして屁こいちゃったりとかスカンクみたいな状況になってるから今。うん、まあさ、カメラ回ってるとこやったらいいけど、全部カメラ回ってないとこだからな。そうそうそう。うん、上地もね、女優陣の前ではもう照れまくってたからね。うん、あれもうキモかったね。いやー、ね、ほんとあれはもう。ちょっと、ま、わかる、気持ちはわかるけどね。いや、キモかったな、あれはもう。俺もオンエア見てキモかったわ、ほんとに。え、それ映ってんの？映ってる。映ってる、映ってる。俺が、いや、これ上地本気で照れてますみたいな、うん、まあ、言ったらそこで肝顔するかなと思ったのよ。うん、そしたらガチで普通にすいません、目見れません。あれはね、あれもう、うん、家でめちゃめちゃ反省したわ、ちょっと。あ、これダメだと思って。いや、その、だ他の上地だって言ったらさ、どっちかというと男性より女性の方が得意って言い方したらあれだけど、その喋るときはそっちの方が好きじゃん。なんかまあその話しやすさで言うとそうかもしれないね。そうそうそう、うん。その周りの人とは普通に喋ってんのに、綺麗な人を目の前にしたら照れちゃうんですよねって言ったら、その今後どうしていくのかなっていう練習しようがないよね。いや、そうだね。いやだから昨日さ、まあ、家で二人で見たのよ。まあちゃんと。うん。やっぱ結構この位置的にあそこじゃない方がいいんじゃないみたいな話になって、座り位置とか、うん、うん、多分西本さんが隣行った方が絶対なんかもっとこうできる気がするよっつってたわ。あー、それはね、そういうお言葉をいただきましたわ。それは収録中にちょっと思ったね、俺はもう。あ、ほんと？うん、いいなーと思いながら。いや、もうそっちの気持ちの方が強いじゃん。いいなぁの方が強いじゃん。うん。うん、なんだその顔、お前。いや、上地のポジションがいいなってことでしょ、その、行きやすいし。うんうん、そうそうそう。あ、はい。そろそろ閉めて。あ、もう、これね、この、それ言わなくていい。時間制限があるからね。うん。うん。まあ、実験的な内容でしたけど。うん。まあ、でもこの、うん、ねえ、なんかシステムを使ってなんか企画できればいいけどね。うん、そうだ、うん、やろう。これでトークもできるしね。そうだね。うん、またじゃあ ね、 しばらくはね、これもどうなのかわかんないですけど、うんうん、普通に集まってやれるかもしんないし、もしかしたら来週は、うん、うん、まあ、けどもしできなかったらまたこれで配信しますんで、うん、はい、はいはい、ね、ぜひ皆さんまたよろしくお願いします。お願いします。はい。終わった。終わった。終わりよ。終わり終わり。締めが、ぬるっとした締めだな。いやいやいや、そう。え、もうなんか来た。え、うわジェラードチャンネルだ。押し通る。なんだあいつ。